どこどこ？オイラたちにここから飛び降りろとか言わないよな。どうだろうね。君たちにもっといい方法があればやめるよ。どんな方法でも構わないから、下の湖の向こう岸にたどり着けば実験完了だよ。かかった時間と最高速度をもとに分析と比較を行う。湖の向こう岸、つまり雪山の湖を泳げってことか。条件を設定しないとき、人は本当に最も合理的な方法で目標を成し遂げる。雪の中の湖に耐えられないと思う人もいれば、こういう寒さが好きな人もいるからね。君たちがどんな選択をしたとしても実験の一部だし、僕にとってちゃんと価値のあるものだから。では頼むよ。君の答えを楽しみにしてる。そうだ、オイラたちがテストをしている間、お前は何するんだ？僕、データの記録、危険の対応、それから応援だよ。じゃあ、もしオイラたちが泳いだらお前も泳ぐのか？いや、僕と勝負がしたいのなら話は別だけど。聞かなかったことにしてくれ。お疲れ様。正直驚いたよ。さすが噂の旅人。君のデータはモンドの平均値をはるかに上回ってる。でもずーっとオイラたちについてきたお前も大して息切れしてないよな。僕、実は
錬金術を使って少し楽をしたんだ。まあそれは置いておいて、もしテイワットの法則が君に影響を与えてないなら、異世界文明に対する推測をいくつかできる。逆にテイワットの法則が君に影響を与えたなら、影響がない場合の変化を推測することができる。その中に含まれた可能性は実に面白い。何度も味わう価値があるよ。しかし、お前の研究の役に立つのか？僕を困らせた問題は解決したよ。拠点に戻ったら、君たちに面白いものを見せられるはずだよ。その話をしたら、君は様々な変わったものと同類になるけど、それでもいいかい？黄金、石化古樹、通常の8倍の太陽、本質を探求する過程は人を夢中にさせる。残念なのは、そういう夢中になれる時間が常に短いことだ。僕は僕の全てをかけても構わないけど、サンプルは限られてるからね。未知が徐々に基地になると、そういう面白さも消えていく。最後はどれも夕暮れの実やスイートフラワーのような存在になって、時間をかける価値もなくなる。だからあのヒルチャールの絵にもあんなに違いがあったんだな。ああ、僕はあの時、時間をかける価値はないと言っただろ。僕にとっても興味がなかったからね。じゃあこの実験が終わったら、オイラたちもあんな風に、ただのラフ画になるのか？それなら心配ないよ。君たちは僕の協力者。この恩は忘れないさ。さて、拠点に戻る前に最後の項目、知能に関する実験を終わらせようか。ついてきて。向こうにある遺跡に行くよ。旅の途中で君はたくさんの謎に出会ってきただろう。身体能力テストと同じで、僕は実験を通して君の知能指数を観察したい。この遺跡を探索した後、君が得られた答えを僕に教えてくれるかい？
この遺跡の両側にはそれぞれ謎があり、それをクリアすると中央の装置が起動できるはずだ。身体能力テストの時と同じ方法の制限はない。君のしたことすべてが僕の観察したい内容だからね。これは知能テスト。運はテスト内容ではないから忘れないで。さて、あとは君次第だ。どちらを先に選ぶかも君が決めるといい。この洗礼は雪山ではよく見られる。どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ。待たせちゃった？楽しみだな。足元に気をつけて。環境が少し複雑だから慎重に解いてみて。Oh!
これで中央にある装置を起動する条件はクリアしたはずだ。一体何が起こるのか僕も楽しみだよ。おや、水位が急に下がったね。これで水の中のものをじっくりと調べられるはずだ。行ってみよう。これは僕の知る限り、これは文字だよ。テイワット大陸のあちこちにあるけど、未だ謎に包まれてる。解明されてないところが多い。それに、なぜ不問がここに残されたのかもわからない。ひとまず書き写しておこう。君に対する研究が終わったらまた確認してみるよ。またわからないものが増えたな。こんな変わったテストや実験で一体どんなことがわかるって言うんだ。結果を得るにはそれ相応の代価が必要ってことか。今回かなりの収穫があった。それに比べて微々たる代価を支払うなど大したことではないさ。僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。こんなに苦労したんだし、一体どんな結果が出るか楽しみだな。他に用がなければオイラたちも拠点に戻るか。そう焦らないで、まだ危険は排除されてないのよ。お前まだ雪山にいたのか。もちろん、君たちとアルベドがしてきたことは全て見せてもらったわ。警戒心がないのか、それとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか。見知らぬ人の指示に従って正体のわからない薬を飲んだり、意味不明な実験に参加したり、単純というより君が騙されていたと信じたい。もしくはわざとそうしたとか。やっぱり警戒心の強いシスターだな。アルベドのことはどうでもいいわ。彼のことは君のような異邦人よりも知ってるもの。私が気にしているのは一つだけ。君が錬金術で怪物に改造されたかどうかよ。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。それにあいつ今まで錬金術を使ってないし。彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよ。とにかくその脅威をモンドに戻すことはできないわ。何するつもりだ。案外冴えてるわね。君たちが触れてきたものに危険がないと分かれば危険性はないと判断できる。他のものはすでに調べたわ。唯一確認してないのはその不問よ。この不問、オイラたちも何なのか分かってないけど。でしょうね。装置でもないし、ただの不問だわ。でも一応念のため、この不問の言葉を写しておこうかしら。定期的な見回りも必要ね。いいでしょう。君たちに危険性はないと判断する。これで万事問題なし。君たちのせいで残業することになったら損だものね。残業。最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベドのことを何でも信じないこと。考えなしに行動しないように。もう行っちゃった。自分本位なやつだな。モンドじゃ彼女みたいな人珍しいよな。それよりもアルベドの拠点に戻ろうぜ。海
おかえり。ちょうど結論が出たところだよ。しかし、戻ってくるまで結構時間がかかったね。何かあったのかい？それなら平気さ。彼女は仕事を全うしたまでだよ。結論から言おう。今日、多くのデータを手に入れることができたから、すぐに全ての研究を終わらせることは難しい。でも、全体を通した初歩的な結論なら教えられる。それはそんなの一目見ればわかるだろう。あれだけ苦労したのに結局それだけなのか。まあ焦らないで。君たちにとっては当たり前だけど、この世界にとっては当たり前のことなんてない。こういう可能性は考えたことあるかい？テイワットという世界はよそ者に対してこの世界の法則を話しただろう。君が無事に僕と会話してることは普通に見えるけど、本当は奇跡だったりするかもしれない。なぜなら、君と同じよそから来た命、僕が話した種はテイワットの法則に影響されて成長することすらできない。しかし、君を観察した後、僕は他のアイデアをひらめいたんだ。君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加える。うわ、なんか出てくるぞ。無から有へ、芽生えから繁栄へ、それから終わりに向かう。この世界でない命を育むことは世界を育むことにならないかい？おお、や、これが限界みたいだね。一瞬だけど最高に綺麗な花を咲かす。生命の極致もここにあるんだよ。いっぱい苦労したから永遠に咲いててくれるもんかと思ったけどな。それに果実も実らなかったし。命というのは多種多様で自由なものだよ。長さで決めつけるべきではない。たとえ一瞬でも短い命が必ずしも悪いことではない。効率的で完璧、孤独にとらわれないことを意味する。わかるかな？僕が言った僕たちの会話は奇跡かもしれないことについて。ん？急に塩らしくなってどうしたんだ？おーい、元気出せよ。オイラがついてるだろ。それにアルベドも友達になってやってもいいぞ。ありがとう。孤独をなくすことは必要だと思ってないけど、これも悪くないかな。君が協力してくれたおかげで僕は花を咲かす可能性に気づいた。いや、雪山で君たちと過ごした時間は価値のある旅だったよ。今後もし必要があったらまたお願いしてもいいかい？それならよろしく頼むよ。ずっと実験結果は普通だって彼に言ってきたけど、瓶の底に現れないはずのよどみがあるのは一体どういうことだ？国土を吸えば汚れ、白亜を吸えば無垢になる。君も僕も未来が不確かな素体ってことか。
もしいつか暴走する僕がモンドを壊そうとしたら、君が止めてくれることを期待してもいいだろうか。同じ冒険者として気になるな。雪山で奮闘している姿を見に行ってみようぜ。爆弾持ちすぎたのかな。